師匠、頼むよ師匠。師匠、師匠、行こうぜ。師匠、類出れば歴史が変わるよ。はい、よろしくお願いします。やばい。それでもこの回終わりきらなかったら同点で終わりってことか。あ、そうか、ね、よし、ブラジル作戦。どうしよう、一歩出てますよ。あ、始まって、いや、今1点負けてますよ。あ、ピッチャー変わった、ピッチャー変わったから、いや、ちょうどいいや。あれ、すっげーいいピッチャーでしたよ、さっき。マジ一歩じゃないですか。鈴木さんが好きそうなピッチャー。あ、そうでもねえやな。こじゃこじゃ。すげえ失礼だな。バイ渡辺。不気味なのよ。ちょっと不気味なの。ちょっととにかく出てくださいよ、しゅちゃん。時間かけてこの、あの、回らないで終わりにしよう。そしたら前の回で同点でおしまいだ。ひどいなそれ。それでもブラジル作戦。一応ね、ルールはね。終わんなきゃいいんじゃない。今伊藤さん、クルトの10番荒井幸男。あ、懐かしいね、そのイメージ。師匠、打つなよ、ずっと。サードがピッチャー。ね、先生、あのチームってなんか五十嵐君みたいな投げ方するとんでもないピッチャーいましたよね。それね、小川さんも言ってたんだよね。そう、あいつが出てくる、あれ、あの人かと思ったんですよ。そしたら、ちょっと言ってたで、小川さんも速い人いなかったって。とんでもなく速いの一人いて、完封されてるんですよ。マジで？おととしかなんか。確かに対戦成績は分が悪いんだよね。そう。オッケーオッケーオッケー。よっしゃ、いいよ。行かなくていいよ、まず。行かなくていい、アウトになってもいいよ。溜めてこ、溜めてこ。よし、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、なんで避けんのよ。当たったでしょ、今。いいよ、痛えとか言えよ。避けちゃダメだっしょ、向かってって。ちょっと今の僕っぽくない、大丈夫。僕っぽくない、なんでいねえからだ。僕っぽくない。やべえべ、しょちゃん並みのルール。おお、しっかり投げてる。いいよ、しょ、ダメよっしょ。ストライクだけ振ってって、ストライクだけ。次どうせまっすぐだから打っちゃえ。あら、ね、ああ。まだ長さ。あと1点なんだけどね。小川さんと菊ちゃんが出て、宇佐美さんが打って逆転されたので、タッちゃんが、タッちゃんがホームラン。いや、ない、僕三振です。いいとこセカンドゴロですよ。あら、もう。一緒。まだ出てよ。でもいいバッティングだった今。あれ バットに当たってたら月まで飛んでたよ。あと5分だぞ、終了まで。ブラジル作戦。おいしい。どうだったっしょ、ピッチャーの印象は。オッケーオッケー。打てなくはない。いや、打てそうだよ。打てそう。次狙っていいよ、狙っていいよ。お気に来るよ。頑張れ。お気に来るよ。おい、ワンスリー、ワンスリー。右で大三振しといて。今日のところは。こんぐらいで許してよ。オッケー。おめでとう。大将。本まで帰ってこない。あれだね。誰？あ、それでしょ。一番。いいよ。あれですね。はい。いない。あ、びっくりした、待ったかと思っちゃった。小川さん、走っていいよ。スキアルバ、俺のお尻がいろんなカルビジョルディアルバ飲み物で、ね、おーい、もうマスクしてる時点で負けだな。みんなバッターいないっすよね。マスクしながらリュックに出した人。すげえな、メジャーリーガーみたいなのある。調子くれてんな。カマキリだ。聞こえてるよ、鈴木さん。小声で言ってんだけど。ワンボール、ツーアウト。ナイスカット。
おばあさんリードリード、はい、相手メジャーリーガーだけど大丈夫だよ、走れる。頑張るか。あれ走れ、間に合う間に合う、先生ダッシュダッシュダッシュ。今見なかったらセーフだったよ。審議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 ラウンド。今なら余裕でセーフだった。あとワンアウトだからね、パスボールあるよ。どういう？そのヒーローだよ。宇宙観。